こんにちは、渋谷で美容師をしております内山ひかるです。美容師のみゆです。今回は私たちが普段仕事で使っている絹糸ブロードライヤーについて使ってみた感想をぶっちゃけトークしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。そもそも絹糸ブロードライヤーとは家庭での使用ももちろんのこと、性能に特化しておりますので、プロの美容師さんも営業だったりで大変活躍できるドライヤーになってます。で、実際私も使っているんですけど、他にもたくさんの美容師の方に愛用していただいております。特徴は超大風量と軽量化に特化しておりまして、風がたくさん集中的に出るのでドライ時間を大幅にカットしてくれます。忙しい営業だったりとかでお客様をたくさん待たせることなく早くドライをすることが可能になるので、冷たい髪のまま放置されるお客様がいなくなるので営業でも大変活躍してくれてます。あとはシルクモードという機能もありまして、これは家庭で簡単にプロの技が再現できる機能になってます。冷風と温風が交互に出るので髪を痛めつけることなく早く簡単に乾かすことができます。速乾を叶えながら潤いを保ったツヤ髪をお家でも簡単に試すことができます。風量についていいと思う点は、風量が強いのでお客様がすごい驚くこともあるんですけど、話題作りにもなったり乾くスピードも速いのでそこがいい点だと思います。私も結構使うんですけど、マックスの状態だと遠くまで風が届いてくれてしっかりお客様に当たってくれるので、結構それで驚かれることが多いです。じゃあ実際に試してみます。すごい。まずこれが普通の距離で、もう少し離れてやってみます。お、すごい、私の髪も、私の髪も、おお2メートルぐらい離れても全然風邪きますね。やっぱりすごいです。本当にさすがにこんな距離から髪を乾かすことはないんですけど、これぐらい強く風が出ますよっていうのがプロドライヤーのいいところかなと思います。もちろん強くすることもできるんですけど、うん、ブローの時とか小さいお子さんだったりとか乾かす時はこのぐらいに弱くできるので、それもおすすめです。あと前髪とかも結構風量をちっちゃくすると細かいところがやり直せるので、うん、そういうのも楽ですね。そうですね、うん、温度も3段階に調節できて、ツヤを出す時とかもとっても便利で使いやすいです。千山さんどうですか？あとは風量をもう下げると勝手にちょっと温度が上がるようになってて、さっきお伝えしたみたいに前髪やる時とかちょっと温度が上がってる方がこの天使の輪っかとかが出やすいので、一般の方にもそういった部分をおすすめすることが多くて温度がちょっと上がった方がツヤは綺麗に出てくれるかなって思うので、そういったのがプロ仕様と、あとは一般の方も使いやすいのかなって思います。なんといっても絹糸のプロドライヤーはとにかく軽いのが女子美容師としては嬉しくて、コンパクトっていうのもお客様に対してこうおすすめもしやすいポイントになってます。でどれだけ軽いかっていうと、今日はお水用意したんですけど、これ 500ml のペットボトル、全然こう持った感じ、まあ、公式でも 363g って書いてあって、いや本当かよって感じかもしれないんですけど本当に軽くて、よかったらミュウさん持ってみてください。本当ですか？ぜひ。あ、本当だ、全然こっちの方がすごい重いです全然500、まだ500入ってるんでちょっと一回飲んでハンデをでも飲んでも全然軽いです。なんか本当に軽いのかなって思ってグラム測ってみたんですけど、でも本当に 360g しかなくて、それぐらい軽いので風量がたくさん出るから煽りながら乾かしてしまう方も多いんですけど、軽いからこそしっかり上からこうドライヤーを当てていただいて乾かしていただくのが一番おすすめしやすいポイント。お家でも使ったりとかサロンでも使ったりっていうのがあると思うんですけど、髪はとにかく上から乾かしていただく方がツヤが出るので、そういった点も絹糸のプロドライヤーはおすすめしやすいかなって思います
なんといってもこの折りたためるのがすごい良くて、一般的なプロドライヤーで折りたためないものだったりとか結構重いものが多いんですけど、プロとしてもお客様におすすめするにしても折りたたみって出るんだみたいな。すごすぎるって思って革命的ですね。革命的すぎてやっぱりこうワゴンにもコンパクトにしまえますし、もちろん旅行だったりとか持っていきやすいかなっていうのと、あとはこう分かりますかね、このシャキーンってなる感じかっこいいですよね。かっこいいです。かっこいいですよね。なので折りたためができるプラス、まあ、やっぱ収納もしやすいっていうので、お家でこのすごいごついまま入れたりとかっていうよりかは、こう折りたたんでしっかり収納できるっていうのもいい点ですし、あとはサロンで物が散乱してる中シュッとしまえるのもいい点かなって思いますよね。普段使ってて他のドライヤー使うとすごい、はい、うん、大きいって思いますね。めちゃめちゃ感じます最近は。もうこれを使いすぎてなんか普通のたまに持つと、あ、結構ごついみたいな、結構疲れるなっていうのありますよね。美容師だと2個使いたまにしますよね。顔さえミウさんでも全然手ちっちゃめなんですけど、全然いけますね。普通に持ててやりやすいですね。使えます、使えます。普通のドライヤーでやると大きくてちょっとなんか落としちゃったりすることあるんですけど、これだと全然持ってて本当に使いやすいと思います。欲しいって言うならキヌジョさんコードなんですけど、ちょっと太めで、まあ男性はしにくいと思うんですけど、もうちょっと細くなったりしないんですかね。そしたらちょっとこう冷風ボタンがずっと長押ししてないと冷風が出ないっていうのが、ここももうちょっとだけ次回に期待したいなって思います。また次を楽しみですね。なのでちょっとそういった点もあるんですけど、とにかく使いやすいっていうのがおすすめしてるポイントになるのかなっていうのはすごい思うので、私もお客様に真実を伝えて、いいポイントの方が上回るからご購入につながったりするのかなって思うので、直接買っていただいてる方もたくさん多いので、そのいい点プラス次回に期待ということでお願いします。はい、ということで今回は美容師の内山ひかると美容師のみゆがお送りいたしました。今回はキヌージョのドライヤーについてちょっとぶっちゃけトークさせていただいたんですけども、実際使ってみて良い点をお伝えしたいなと思ったので、ちょっとぶっちゃけトークをさせていただきました。こちらに私たちのインスタのアカウントも載せさせていただいておりますので、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。またこのキヌージョ公式チャンネルではこんな感じのヘアケアやヘアアレンジ、髪に関するハウツー動画を載せております。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。その他のキヌージョ公式 SNS も載せておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。